松田はいけますかこれは。はい、もう自信あります。あはっいいですか。もう一ポーズ、もう一ポーズ。あ、いいですよ、もう一ポーズ。あはっいいですね。あっイエイイエイイエイ。めっちゃ可愛い。積極性は素晴らしいということで、このブロックも激戦が予想されます。はい、それでは早速1問目参りましょう。天の声さん、お願いします。問題、あなたの長所はどこ。はい、まずは顔。はい、正解。いや、一瞬一瞬今までより一瞬間がありましたけどね。多分向こうも顔か。てっきりこれじゃなんかポジティブとかそういうんでくるのかなと思ったんですけどね。はいはいはい、顔なんですね、やっぱり、ね。顔やっぱ可愛い。可愛い、ね。長所なんで。やっぱりすごい一番に。喋り方。なんでこの喋り方。問題。あなたが今年挑戦したいことは。素敵な。はい、まずは。ゲーミングパソコンでゲームする。はい、正解。ゲーミングパソコンでやってみたくて、あのなんかこうやってゲームしてるのがかっこいいなっていうのがあって、すごいやつね、なんかね、はい、それをなんか一式揃えてゲームするのが今年の目標です。そんなのすぐできるじゃん。できない、いろいろつない、てんちゃんできないと思います。なんで、松田じゃできない、なんで、はい、あのゲームもうそれ専用のお部屋を作ったんですよ。ほう、作ったんですけど、ダンボールだらけで、ただの物置部屋だけ。でもてんちゃん片付けてくれるんで大丈夫です。なんでてんちゃんに任せる、片付けてくれるんですよ。貪欲な松田はご褒美でも、いちごターブ茶を、これね、これね、これ刺さってる、彼氏みたいにやってみるんだよ、取れない、これここに、ね、手で行くしかないかもしれない。早くやめてくれ。うん、全然下手取れない。下手こと食っちゃう、下手こと言っちゃう、下手こと食う女、下手こと言っちゃう、下手こと、いい積極性が素晴らしいです。松田フルーツ食べてる。フルーツ美味しいです。オレンジは、オレンジ、オレンジ、うん、オレンジ美味しそう、オレンジ美味しそうね。美味しそう、いいね、皮ついてるから、皮ついてるから、出しなさい、出しなさい。松田は何かを履き違えてます。